黒木三次黒木三次十二月二十一日昭和十九年九月三十日は日本の家族、貴族院議員、帝都復興院参与、司法省委員を務める。一回、君党、爵位は、肖蔵位、君三党、伯爵。第一軍司令官を務めた黒木ため元陸軍大将伯爵と妻飛躍の長男として東京に生まれる。一で、 内村勘蔵のもとで学び、明治45年東京帝国大学法科大学を卒業。大正7年から欧米に留学し、帰国後は母校の東京帝国大学法科大学で復讐を務める。大正12年2月3日の父の皇居を受けて就職し、伯爵となる。賛辞は同年9月1日に発生した。 関東大震災の復興を目的とした、帝都復興委員参与に就任し、大正15年5月には、貴族院伯爵議員に就任する。貴族院議員は公居するまで務めたほか、司法省委員や中央水産会、中央農業会、全国農業経済会の設立委員等、数々の公職に就いた。参事は、内閣総理大臣、松方正義公爵の着難。 第15銀行頭取松方岩尾公爵の娘武子と結婚した。武子の叔父孔次郎や松方三郎は三次とともに、熱心な美術収集家だが、松方三郎が、美術や音楽、登山に興味を持ったのは三次の影響だと言われる。少年時代から詩賀直や、有島育馬らと親しく、大正14年には、詩が、里見とらと山陰地方を旅行している。 フランス印象派の大家クロードモネと親交があった。黒木重達三次の没後は、養子の黒木重達が後を継いだ。重達は、宮内庁に入り、皇太子、秋人新王に、東宮寺重長として使え、民間非選定など皇太子、道子非結婚において、重役を果たすなどしたが、1983年、急成した。三次の弟でため元の三男、黒田清は、 内閣総理大臣、黒田清高伯爵の子、黒田清中に子がなかったため養子として入り、家督を継承する。ありがとうございます。